いや、まあ、アートは大好きです、僕は。っていうか、アートのことをずっと考えて生きてきました。まあ、これは何だろう、自分の体験の話になっちゃうんですけれども、ニューヨーク大学に行ってる時にね、最初は映画館ばっかり行ってたんですよ。映画学科だったんで。で、それと同時にギャラリーもたまに行ってたんですが、その比率がですね、ある時逆転するんですよ。当時その80年代で、それこそバスキアとかキス・ヘリングが非常にアクティブに動いてた時期で、それこそ都市の雰囲気じゃないですけど、ニューヨークがもう燃えてた時期なんですね、アート的に。だからそれにもう完璧に感化されて感染したっていう感じですか。だから東京も何だろうな、アートを、まあ、アカデミックなこととか、あとビジネスだけじゃなくて、もっとなんかアクティブなものとして感じてほしいなと思いますね。若い人特にね。まあ、最近なんかビジネスに走りすぎみたいなところがあるんで。